昨日はずっと松島菜々子、はい、そして西島秀俊とずっと一緒やったんですけどね、はい、今日三四郎と鉄平やってなんやん。いやちょっと待ってください。そこで鉄平さんの名をやっと私の名前言ってたらいつになったら言ってもらえるんだろうかと。お前何しに来たん。いやそう絶対言われる思ったけど、僕は別にいや汚い言うたら怒られますけど、いや藤原くんが師匠とせっかく親子会させていただけるんだったらやんたん来て喋ったらどうやと。親子会されるんですか。あーって今思い出すように言うのよ。忘れたんだ。いや弟子と、いや親子会してくれるじゃないですか。親子会するよ。すごいですね。あれはでももう売り切れたんだ。そうだからキングのおかげでもそれすぐ売り切れたんですけど、売り切れたんですけどまだやるということを知らない方がいらっしゃるんでね。あ、鶴瓶師匠と やる人がいるんだということを言いに来たらどうやと藤原くんがね優しさで。そうなんです。藤原くんの優しさです、しかもそんな時に社長見に来てるんですよ。そうなんですよ、この引きの強さですよ、でハラゲンも来てるね。これこうなったらもうハラゲンの方が大事なんですよね。まあ近いですか、ね、近いから近い、ね、もう社長さんも分からへんからね、はい、チロリンさんもチロリンもあれ違う、違うやろ、部署が違う、部署が違うから、ね、だからこれはお前の鉄平、ハラゲンを狙うべき、ね、どうもよろしくお願いします。前正宗のラジオレギュラー終わりまして何ヶ月か経ちます。鉄平です、どうぞよろしくお願いします。ね、ちょうどハラゲン、おもれ頭してますね。そうですね、変わりませんけどもね、寺井さんらしくない変わりやすさっていうのが若々しい親近感ですよね。みんな必死でフォローして、お前ね汚れみたいな、誰が汚れやねん、ごめんなさい、誰が汚れやねん、今本当に。いや違います、これは短くね、あの美容師さんの遊び心でちょっとピンクベージュに。それはもうこっちが分からへん、嫌やな、ちょっとバレてどうやろ。ピンクベージュって何なの。いやそれはピンクベージュって俺が悪いんちゃうやん。いやピンクベージュっていう名前やし。でね、僕はいつもこの前髪をね短くしたいんですよ。だから木村カエラさんみたいにしてくださいって言うんですよ。木村カエラ、ほんならね、ちょっと美容師さんがクスって笑うじゃないですか。笑うっていうのと、でもほんまにしてほしいっていうのもありますから。美容師さんは男の人、男の人ね、ちょっと笑いながらちょっとこらえるし、はいはい、まあ、アシスタントの方とかちょっと笑ったりするんですけど、うんうんうん、でもまあそれが髪型としては本当におしゃれやなと思って好きですし。それ木村カエラの髪型なの。髪型もちょっと今崩れてますけど、帽子かぶってましたんで、そういう問題じゃないと思いますけどね。本当カエラちゃんに失礼ですよ。いや違う違う、この髪型をバカにするということは美容師さんに失礼やからね。いやいやなかなか違う、中の顔とそのバランスが合ってるかどうかや。お前が今日また武将髭がちょっと生えてるしね。武将髭がすいません今日ちょっとですね、色が白くて武将髭。俺昨日までね、その戦争映画1月、あこのここの放送局ですから、はいはい、レッドクロスというね、レッドクロス、はい、はい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 、もうあれですよ、松島菜々子さんのものすごい演技ですよ、はいはい、でさ、だからもうずーっと泣いてんね、松島菜々子は。へえ、いやいや、もうなどこでこう撮ってるか分からへんわけ。はいはい、ほうほう、お前らあんまりドラマ出たことないから基本的にないです。カメラ何台もで撮ってるんです。パラでずーっと回さはんねん。で一番ええのを撮るんやろ、今の撮り合い、撮り方簡単だった。いや俺が、ね、口がもう取り込む、なんかそんなん言えみたいなことになるんですよ。ちょっとやらしいこと言わないとあかんみたいな、自分の中の別の自分がね。鳥はいいんです、鳥はいいんですけどね、その、うん、なんていうか鳥って言ったらもう、なんかナスみたいにつけなあかんように思うわけ。鳥ナスじゃない、そんなことどうでもいい。いやいや昔のね、もうその、はい、チロリン局長とか来られてますからね、はいはい、それから三村社長も来られて、昔の私が勢いあった時代のまことが体にね、いや染みついてやらしいことを言わなあかんみたいになってますねんか。後ろからそらにそらかもしてありますね。いや言うとあかんのよ、今厳しいですね。コンプライアンスがもう非常に厳しい時代ですからね、今は。本当そうですよ。だからラジオで取り込みますとかそんな言うたらちょっとそれは分からないです。鳥となす、鳥となすってだから、そういうのも言うたらあかん。ほんまの言うことは何でしたっけ。分からないです。鳥方って言ったら鳥方、全然違う。撮影の仕方ということです。鳥方いやいや、そんなんどうでもいいんですけど、それがね、ずっと、もう入った時からちょっと撮り方が違うんですよ。もうおかしいなと思ってて、もうずっと、最初からまた順番に、また最初からずっとやりな
ワンシーンでもずっと同じこと何とも何度もすると泣くシーンやったら何遍も泣かなかった、はいはいはい、それってでも1回目ともう最後の方とか顔全然変わってきますやんか泣き続けて、また涙の種類もね、いやそれ目も腫れてくるかも分かりませんしね、それがまた一遍見て何にもあれなんか CG にも何かしたんねやろうけどもね、他のはあの他のはってもう爆破シーンとかそんなのちょっと入ってんねやろうけども、その涙は本人だ出さなあかんから何歩でも泣くね、で泣きたないのよほんまは、うん、はいはい、そんな泣くあれやないねんから、まあ、それはそうですよ、でこれなんかよう泣くなと、いや泣くのがすごいなとは思ってたんやけども、でも泣かしてる方もおかしいな思い出したんやどんどん、うん、こんなんね、そこで撮ったったらええやんか泣いてる時に、一回泣いてる時にね、最初のシーンで撮ってあげたらいいし、はいはい、と思って飲めたんやけども、うん、まあロケやしなと、集中力のものすごいいる時にもね、アブは飛んでくるはい、はい、ね、もうなんか虫やそれからなんかも砂利とかいっぱいあんねんけど泣くねん、はいはい、でこれは松島奈々子すごいで、大丈夫ですね、で最後もうバーンと俺が撃たれて死ぬわけよ、はい、で俺の上にガーン来て、はあ、もう俺の顔の上にもう涙もう、もうだから30回ぐらい泣いてた俺の、俺でもう本当に同じ量ぐらい泣くねん、ここ松島奈々子のそのあのびしょびしょがここへ来るんだよ、ね、涙が、ね、涙がほっぺたに当たるんですよ、ね、表現はいろいろあると思いますけどね、びしょびしょの涙がね、びしょびしょなのここ、それはそうですよ、ね、水分ですから、涙に決まってる、それは涙ですよ、涙以外の水分がおかしい、もう仲良くなってるから、はい、なんか口入ったとか言うて、口入、ごめんなさい口入りましたねとか言って、そんな言われるんですか、そうよ、まあ、心配して、私の入りましたって、口入らはったんですか、口開けたやん、ちょっとえ、あ、受けたんです、すいません、もうちょっと下世話なこと聞きますけどお味はどうなんですか、いや、お味ってもうそんな、もうとお味とかそんなんよりもね、はいはい、あのもうもうこれは元かと分かるけども、そのなんか戦争映画やからもう汚いバーなってるわけよ、ものすごい綺麗だろ、綺麗な顔してるわけよ、はいはい、それがもうねこの口がこの接近してるわけよ、はい、キスよりも興奮するような接近の5センチ10センチ、いやー泣いてんね、俺を抱いて、はい、抱いて泣いてんねんけども、はい、ここには体温も感じる、 そうです、ね、そしてあのなんていうの、まあ、やらしい話が口のその体温も感じるわけですよ、吐息をね、吐息を、はい、これ一番好きちゃいますか男何を言うのかと思えば違うやんか、キスとかそんなことよりも松島奈々子の息、はい、息がここにブワーくんねん、力だと感じる瞬間、俺もバーモテようかな、いやもういやもう、まあ、カットカットになりますから、ね、そう思いますけど、いやで最後にね、いや言うたもん俺モテようかな思ったら仲良くなったからこの、ね、手をね最後、まあ、いろんな形があるんですけど、俺がもう好きなんよ、はいはい、俺も松島奈々子さんを好きで、向こうはまあそんな思ってないねやろうけども、うんうん、やっぱり軍医として認め、あの尊敬しはるわけ最後はね、ほうほう、で俺が死ぬシーンやから、この手が最後はガクッとなって、その先生ってなるわけやん、はいはいはい、ガクッとなって先生ってなるんだけど、 そのガクッとなるのは小さい手握ってんねんけど、ガクッとなったって、はい、その知れてるやん、ここから狭い範囲、狭い範囲っていうかね、高、はい、あの低い範囲でガクッとなったって意味ないから、この見た感じもちょっとね、うまいこと言う、うまいこと言う、それでね、このここにそういうつもりじゃなかったんですけど、首にこう手かけて、もっと近くなるような状態にして、これは演技ですからね、そういうね、さ演技やな、はいはい、それ自由やで、それはね、やっと持って、それで坊主絶対、その息子をね探し出せと、息子がバラバラになってるから、坊主絶対生き抜いて見つけよっていうシーンがあるんですよ、はい、セリフかっこええやん、坊主生き抜いて絶対に見つけよ、お前は生き抜けよって言うて、それでカクってなんねん、やっぱ動きも大きい、ね、動き大きい、あ、役者のだからこれはこれをグーンと、もうこれはもう合法的やわな、はいはいはい、そうですよね、演出ですかね、芝居に熱が入った、合法的言うてる時点でもうわざとですけどね、いやいや非合法があるのかどうかも分かりませんけど、非合法あるのかな、もうでもめちゃめちゃ可愛らしいで、もうすっぴんやもん、だってすごいですよね、ドラマって、だってお兄さんもまあいろんな方と共演してるでしょうけど、この距離で見ることなんかないですもん、今なん共演してんの、
いや今日じゃあラジオとかでゲストになるでしょ。ああそれはまあまあそうですよ。あと妹のバーターで昼ドラ出たぐらい。妹の力で本当妹さん妹さん妹は特殊あの特殊あのメイクとか衣装やってる、はいはい、でそれで宮古町長さんの昼ドラを担当しとったの。ほんで俺宮古町長さんと何かあったん。いや違う何もない近づいた宮古町長さんの一代記を昼ドラでやってたんだよ、ね、それで妹が入ってるからお兄ちゃん入れたるわ。いやそんなことできない。うわ嬉しいわ妹ありがとう。そういうのあるんですか。裏口的なね。何役やったんですか。いやあの夫婦前座という番組に出てくる素人の夫婦の旦那役や。あそれ大変セリフはあります。だからねこの前もその行さんもなんていうのもう死にかけの人がいっぱい出るわけやんか、はいはいはい、もうあの包帯巻いてて、ね、出るとかなってんねんか、うんはい、ねでそ の,、まあ、その中に千田光雄の息子がおったよ、ね、知らんやんそんなもん。分からないですよ、ね、でも何も向こうも話しかけてけえへんわけやんか、はいはい、であのまあ、家帰って今日鶴瓶さんと一緒やったいうのを千田光雄に話したんやろ、はい、千田さんから電話があって、はいはい、ね今日息子がいてたみたいって言って、うんうん、で息子さんなんかタバコ買いに行ったんだよ。ほんであの変わるから言って変わって息子さんびっくりしてたから、いやもうそんなんやお前なんで挨拶せえへんねん言って、うんうん、でも行さんいてるからもう喋れなかったと、うんねまあ、そ, そ, うそんないっぱいいてるから、うん、そやしもうそんな気もないってええやんかええやつやんか、うんそうですね、お前次のシーン今度昨日やってんけどお前来んのかって言ったら、うん、いやもう入ってないんですよからね、はい、それやったらもう言うたるわ言うて俺、電話して、でその来たがなそのあのまたこれ包帯で倒れてる役やからいらっしゃっていやでも嬉しい一回でも一回でも多く増えたら最高じゃないですか、うんうん、最高ですよね。来い言うて、まあ、読んだんやけど、はいはい、お前も喋ってこいと、はあはあ、ねえとは千田さん通りだったらあの、まあまあまあ、仲良いねんから、はい、そんなん分かれへんやんこんな包帯で千田光雄の息子ですよ誰やったんやん誰やったら分かれへんやん。でも分かれへんやん。いやでもその松島奈々このそのなんていうの、その首をかけてちょっと距離縮めた時のね、口の体温ね、口の体温、まあ、吐息の体温、吐息の湿度、もうこれがねもう泣けるねん、ぶわー泣けんねん、泣けんねんこの人なんやろな思ったわ。いやいやまあまあその女優さんのねまあまあすごい方やからこそ一緒にやってる人も気持ちがガッと入っていくんですよね。そう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 、あの人前でてすごい、うん、見たい、綺麗で、だからそれはまあなんていうの、はいはい、その8月の1日2日で見ていただいて分かりますわ。1日と2日、はい、そうテレビ映画、そんな変なジャネ、ジャネとこれヤングタウンやから言うてるだけで、はいはい、そのジャネは全然ないよ、ね、本当にちゃんと、ね、これ笑わそう思って言うてるだけやで、面白おかしくね、そこだけ面白おかしく、お前こと言うたら面白おかしく、ね、面白おかしく言うてんねんけど、本当はそうそう作品は本当にもう耳がねちょうどね、はい、あの腹と乳の間に入ってる、腹と乳の間、腹と乳の間、そこがそのドラマの見どころ見どころは腹と乳が、それはもう俺の感じどころ、感じどころは感じどころは知り、感じどころは全身じゃないですか、ね、全身全身それ思いながら演技したわけじゃないですよね。まあまあそれはもう一つ演技すごいですね、だから2つそれを隠すと演技の脳みそとエロの脳みそと2つ持ち合わせるすごいですね。ねえ、こういうディオプレセッサーみたいなもんじゃん、パソコンの2つのお店あるみたいな、仲良なったよ話、仲良なったよ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 話、すごいですね、すごいですね、やっぱりすごいな。鶴瓶翔ほどになるとその本気の演技の中にもちょっと遊び心入ってる。いやもうほとんど遊び心もう集中できなかったわ虫とかいっぱい興味しやんの、はいはい、いやんそんな虫綺麗好きですからね、だからもうこんなとこ嫌やん、何やなんかものすごい水の中の石ゴロゴロやん、はあ、そこにガー走んねんで、はあ、でバババババーンってあの火薬もあんねん、バババババーンなんねん、でそれがそのカノンちゃん女の子がバーン倒れて、はあ、その上に松島奈々子が乗ってかばうために、はあ、でその松島、まあ、奈々子をかばうために上にバーンと俺が乗るわけ、松島奈々子の上に乗る、はいはい、すごいシーンが多いですね、すごいバンバンバン、守るためにね、守るために、松島奈々子の上に乗るってね、うん、そう
松島奈々子の上に乗ったことありますか？いや、ないでしょ。ないですし、上も下もないです。上も下もないです。せやし、まあ、気使って、もう重たくあんまりグーンとやってもあかんし、うんうん、だから俺、指立て伏せの形で、ドンとこれ、ね、これ30回ぐらいこれあったら、もうええかげんすぐやんか。あ、そんな撮るんですね。あ、本見たら撮るよ。30回も乗るて。そうそう、3時間も飲んでん、だけどそれ飽きなかった。飽きなかった。そうですよね、指だけじゃあよかった。ちゃんと集中力もこれでええのかった。でもええ人やね。もっともうやっぱりなんか松島奈々子どう思った？パッと見てそんななんかこうほれもうあなた入ってこないでっていうような感じ。いや、やっぱりちょっと大女優さん近づき方ある。全然そんなことない、うん、めちゃめちゃ多い。そう、もうドラマでの松島さんしか知らないですからね、僕ら。めちゃめちゃ多い、めちゃめちゃ面白い方なんですか？おもろいおもろい。へえ、めちゃめちゃ冗談も言うしね。もともとコントもされてはりましたもんね。ああ、そうそう、トンネルズの皆さんのおかげですね。出て、あんやめて言うて高さんに蹴られてやってる役とかやってはりましたからね。僕はそのイメージの方、そのイメージで持ってる。それは言わない。それ言わないと、それ言うたらちょっと距離がどうなると思いますけどね。それはもう大女優ですからね。ちょっとうちの家来なさい。その記憶をどうか拳銃で消します。拳銃って多分記憶消さなあかん。拳銃こうたからね。これはもう弟子ようさんいかんなあかんことになりますね。ようさん撃たれることになるでしょ。いろいろ消さなあかん。そうそう、あの三村社長にも撃たなあかんし、消さなきゃいけない。昔のことをね、あのまあ言うたらね、こうもう僕のことをね、それはもうあれでしょ。大阪の放送局関係者の人みんな蜂の巣みたいにならなかった。でもね、その何ですか、原源、はい、原源、原源は僕のこと知らないから別に消さんでもいい。これから知っていくということですもんね。昔を知ってたら消されちゃうんですね。ひろりなんて思いっきりそのまま直に注射打たれて、なんか俺の変な知りすぎてるのかもしれませんね。それで変にね、大きなってる話もあるんですよ。俺の変なこと、そうなんですか、変になんかそっちの方がおもろいみたいになってるんですよね。乗っていくっていう。でもまあほぼ近いんでしょ。近ない近い。まあ原点があるからね。最近ちょっと言いかけたから止めてもらいましたけどね。聞きたかったですね。昔の話聞きたいですよね。昔の話はもう本当に変に伝わってるね。こっちがそう思ってないのにそうやというのがありますよね。なんかお偉いさん来られた時、楽屋話の方が放送よりおもろいんちゃうかいう時ありますからね。いやいや、すごいことね。そのまま出ていただいた方が面白くなる。それはもうあのコンプライアンスが問題。いやいや、それは社長がいらっしゃいますから。社長が全てちゃんと責任もいただきますから。そう、それ大丈夫ですね。でも社長のこともまあなんか思いっきり絞り出して言えることもできますから、ね。それは社員として僕は必死に止めますけど。し、バツバツって言ってあります。それはもう NBS の社長になる方ですから、それはいろんな道歩んでこられてるでしょうからね。千鳥なんかもそのまま言えますからね。千鳥って言うたらおかしいけど、局長のこと、局長さんのね、原源のこと知らない。知らない。これから原源の、原源のことはもう多分真面目や思いますよ、原源は。そうなんでしょうね。どうなんですかね。どっかの種族みたいな頭して。そう、なんかこういう放送局で出世しようと思って、やっぱブラックなところがないと出世しないんですか。そんなことはない。そんなことないですか。絶対にそんなことない。鶴瓶師匠のその周りの方、すごいいろんな昔のエピソードがブラックではない。ブラックはない。ブラックとは言わない。ブラックとは言わない。グレー。グレー。グレーもかし。グレー。グレーゾーン。明るいエピソードが多いですね。なんぼとの、なんて言うんですか、昨日江川っていうね、元巨人の。はいはい、江川さん。もうあの人もなんか大阪に対してブラックな時代があったじゃないですか。あの言うたね、阪神ね。はいはいはい。ありましたね。だからあの人も、なんか僕を見てブラックや思ってんの、どこをどうか知らんけど、あなたと私は一緒やみたいに言うねん。根本的に違うと。ほんであの人が何遍も、なんぼしろしよう思ってもね、昔の記憶をあれしようと思っても、黒はグレーにまでしかならん。俺にマジで寿司屋で嫌がる。俺は何したんや。人気映画の世界で、ね、何にもしてない。いや、白はですけどね、すごい。黒はどんだけやるでもグレーにしかならない。かっこいいな。あんたは世間が白やとね、思わそうとしてるけど、それは無理って言われる。俺の何を知ってんねん。面白いですね。面白い一言やな。すごい、しゃれてますしね。でもだいぶ思ってはりますね、師匠のこと黒やと。その言
方はね、だいぶ黒い。何を知ってはるの？何を知ってはるの？ねえ、分からへん。なんかいろんな人聞いてんねやろな、いろんなこと。またまた聞きやねん。また聞きやから、これはもう。もう本当に一回一回ちゃんと消していかないとね、そうじゃないんだっていうね、ちゃんと真実のこと、うん、俺はね言うたらある種ねテレビに出れば出るほどどんどんブラックがあのまた出てくるわけや、うん、そうじゃないよっちゅう話だよ。力で抑えてるから今完全に力になるっていう。友達にもでもまあお前らの時点でもてっぺいなんかでもやな、はい、もうまあこの世界入ってラジオでも喋ってるからやな、はいはいはい、その太田友達がもう、うん、悪いことばっかり言うやろ昔お前こんなやったで。でもそれはもちろん全然ちゃうような話になったりもしますし、してない悪いこともしてる、してるようになる、そう、そういうことです。それ、うん、それそうなんです。おしぼりを握ったまではほんまですけど、こっから多いお茶まで握ったまで握ってないと、はい、そういうことです、うん、ってこういうことですよね。そういうことですから、師匠は白です。そこは何や、俺それ知らないということがちょっとどっかおかしくなる。そうですよね、なんかそお前も言われることある。やっぱ多少はね、あの、うん、昔からの連れには言われることそうそう、あれ、はい、記憶違いですよね。そうですね、うん、それは違いますけどね、僕の場合は、うんうん、ただまあ多少何パーセントか合ってるところがある分ね、うん、あだいぶ多くのされて、まあまあまあ、100% 嘘じゃないですよ、うん、だからそれは言うてんねん。だからその何パーセンテージの濃さが僕らと師匠は違いますよ。なんで師匠福ちゃんはそんなんないの？いや、まあ私はそんなことあんまり、めちゃめちゃちゃんとしてる人でしょ。いやいやいや、そんなことはないかもしれません、まあ、いや分かりませんからね、グレーぐらいかも、グレーぐらい、悪くてグレーぐらい。やっぱり人間ってね、ある種まあグレーぐらいのものがないとおもろくはないですよね、これは。真っ白、いや真っ白は真っ白、逆にすごいって状況ね、この時代に真っ白で折れるというのは。でもかなり白なったんやけどね。かなり白なってるよ俺、あの手この手でって家族に乾杯なんか塩やんか。完全に白くなってます、ね、だから、ね、一番白くなったところ拡大してありますよね。全体じゃなくて一番白いところ。それを笑いながら口で白や言うてる時点でこれね、白じゃないかもしれない。いろんな色に支えられる白じゃん。真っ白ではないですけど、真っ白じゃ、ただやっぱね、はい、真っ白じゃないですね、白い部分があるというですね、うん、白もある、黒い部分もあるという、まだらなんじゃないですか。まだらや、まだら、幅があるってことですね。マリにもそのあるやろ、言われるやろ、昔こんなんやったんやでみたいな。あでも全然関係ない、うん、めっちゃしょうもないことですけど、うんうん、なんか私と3年間付き合ってたって嘘つく人が出てきたりとか、知らないと、あなたのことは名前も知らないみたいな人に付き合ってたって言われたり、うん、女の人はねやっぱり下系にむちゃくちゃ言われる、ね、そう、それですよ、あいつをどうこうしたとかね、それはもうコンプライアンスの問題ですから、あんまりそう言いませんけど、具体的にコンプライアンス、コンプライアンス偉い守りますね。それもだっていらっしゃいますからね。コンプライアンス問題、コンプライアンス問題って何やろ。研修とか受けたことないでしょ。ないないでしょ。ないけど、この間ももうごっついないないの岡村が来て、はいはい、あなたはもうそういうコンプライアンスのルールを守らないみたいな言うたから、はい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 、いや俺ちゃんとしてるでと、いやちゃんとしてる、出れないやないか言うんで、はいはい、そうですよね。それでもうえらい揉めたもん、そのね、言われてはりましたね。あ、なんか言われてたの、どっかで、ね、テレビで見ました。あ、それ見たの、テレビで見ました、見ました。コンプライアンスってなんや言うて、ね、最初まずだから何のこっちゃね。そうですよね、コンプライアンスは最近できた、うん、最近言うようになった。お兄さんもだって松竹芸能からコンプライアンスの指導受けたでしょ。あるある受けたの、受けたんですか。全員にタレント全員に、あのこんなもんですよって言う。そう、なんてないけどでも一回講座ありました。神講座あったの、講座あります。松竹の芸人さんとかタレントとかみんな集めて、あの講座みたいな、なんか喋らはるんですよ。コンプライアンスとはみたいな。誰が喋らはんの、言っていいんかな、あかんのかな。いやいや、の警察官の方、警察官の、それも言っていい、言っているか、OB の何がいけないんですか。いや、わかんない。お前警察官喋ったこと言うとあかんっておかしい。どういうことか、それがおかしい。それは何なの、もともと企業としてちゃんとしてる。みんなタレント全員行ったの、松竹芸能の森脇健児さんも行きました。お兄さんスケジュールが忙しかったから。俺こんな紙になんかアンケート書いたら、それだけです。でもそういうのあるんですよ。俺なかった。吉本も 全タレント受けてますから、ね、劇場にわざわざ来てくれますもん。俺はなかった。サッシも作られて、でなんかそのホットラインでこの電話番号に何かあったらすぐ電話してくれ、本当にちゃんとしますから。福若も受けよったんだよ。どうなんですかね。正直の偉いさんも来てらっしゃるみたいですけど、どうなんですか。まあまあ知らないよね、そんな。若兄さんはね、あれはどうやねん、あのなんていう、そういう意味では女の人はね下系に
言われるのはもう、まあ、言うわけも多いでしょう。ばっかりですよ。え、なあいつあの人とどうやったんやとか、うん、そんなそうそうとか、もう本当に俺もよくね、そんなことも噂でされる。あ、まあ、昔鶴瓶ちゃんとっていうね、そうやったのか。じゃあ女の人は言えへんよ、はい、男が男、いや男ってじゃあ、あいつはこうやったって、女の人は私がどうこうやったら、はいっぺんもないよ。だから言うてこいっちゅうで、女の人が男が言うてこいっちゅう。私は鶴瓶ちゃんにそういうということでされましたとか言うてきたらあかんで。いやいや、まだ力で、力でバチッとあかんで、力で抑え込んで、いやいや言うたら、ヤンタンアットマーク MBS1179.com ですので、そちらまでぜひとも垂れ込み情報をお待ちしております。やかまし、ほんとほんと、なんかその噂コーナーが、コーナー作りました。そうですね、まるまる、まあいいですね、まるまるまるのコーナー、うん、それコンプライアンスか。ね、何か分からん、サインしてもらうとか、手紙から返事が来たとかね、何かあるか分かんないし、まるまるですから、まるまるだからいろいろありますからね。あら、あら、新コーナーね、コーナーすごいですね。鶴瓶ちゃんからまるまるのコーナー。ピースの又吉さんが芥川賞感想を受賞することを発表されました。すごいよね。すごいですよね。これはもう芸人にとって嬉しいことやね。快挙ですよ。吉本100年の歴史でも初めてじゃないですか。本当に。それは初めてやろ。ね、芥川賞作家出るなんて。芥川賞やで。これまで映画の世界で監督としてたけしさんや俳優として鶴瓶さんが数々の賞を受賞されましたが、はいはい、まあそんなんはもう俺なんかあれが、たけしさんめっちゃすごいですよ。だって俳優として芸人が賞を取ってるわけですもんね。ありがとう、ありがとう。これでレッドカーペットあるだろうからね。すごいことですよね。すごいですよね。何、エキュメニカル賞ですね。あれは映画の賞です。まあまあ、まあ、そんな言わんときでありますよね。ウィキペディアで調べたら、いろんな賞を取ってらっしゃるわけじゃないですか。アカデミー2回取ってね。自分で言ったら、女演もさ、あれも言うなよ。そんな鶴瓶さんに何かされた方は、あの鶴瓶に丸ちゃんに丸丸のコーナーされたっておかしいよ。されたちょっとすみません、狭くない、狭くない。鶴瓶ちゃんに丸丸の丸丸やで、丸丸だから、されたじゃん、丸丸だから、いろいろあると思う。すみません、すみません、僕もちょっとね、社長さんが来られて、今ちょうど出ましたので、今ちょうど出ましたので、よかったよかったよかった。証言者集めに行ってるから、原源さんだけ残ってます。ハラゲンは大丈夫。ハラゲンは大丈夫。ラジオ愛し、又吉さんの話ですよ。これまでの映画の世界で、監督としてとかね、文学の世界では初という快挙。そうです。芸人のお笑い以外の才能を世間に知らしめたのではないでしょうか。鶴瓶さんは又吉さんといいともで共演されましたが、どのような印象、もう無学も来てますからね、はいはいはい、で、はいはい、飯食いに連れてくださいってメール入りましたわ。へえ、もう又吉からじゃないですよ、芥川賞作家からメール入りました。又吉先生から。又吉先生から、先生から、ね、先生ですから。はい、飯食いに連れてくださいって。へえ。それよりも松島ね。先生よりももうですか、芥川の話はいいんですか。又吉さんもね、髪の毛の長さぐらいだったらね、多分一緒ぐらいやと思う。あいつの、だからちょっと後ろから撮ったら分からないかもしれない。いやでも本当に皆さん連れて行ってあげるでしょうけど、誰か読まかったんですか。何、花火。あ、僕は火花なんです。火花よく間違われるっていう。火花ですね。うちの師匠も最初、あのピース又吉の本、素晴らしかった、花火って書いて、いや火花やって、結構間違える方多い。結構間違える方多いですよね。あ、そう、はいはいはい。いやでも、そうとしてんねやろあれ。そうなんでしょうかね、注目を。まあ火花で、まあその、まあ花火の描写とかも最初に出てくるんで、それとかであるんですけど、芸人をまあまあ10年間やって、ちょっと売れかけて、で漫才解散してっていうコンビの、そのまあ芸人10年間やったら、でコンビ解散したっていう、解散しょ、それの、まあ、芸人の話なんですよ。芸人の生活の話。それがね、やっぱ僕らね、やっぱ芸人ですから、ちょっとその、はい、うん、感情移入とか、あ、分かるなっていうところも多少はあったりとかして、やっぱりすごい。でやっぱ表現がすごくなんか多彩というか、本を行者読んでますからね。はあはあ、すごいですね。なんか初っ端から難しいこといっぱい書いてましたね。どんなのお前読んだ。いや、私最初の1ページ読んで、漢字があまりにも難しすぎて、あ、この人天才やと思って。違う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 。読めなくなっちゃった。どんなやろかな。なんかね、確かに難しい表現は
あ、まあ、確かに文学的表現はたくさんあるんですけど、そんな、うん、でもそんな難しくないですよ。純文学ってどんな難しいねって思ったけど、賢いふりして その仕方がね、マリリンが難しい、はい、お前は難しくない。いや、いや難しいですけど、かなり噛み砕いて分かりやすいように多分書いてると思いますよ。そんなことないですよ。いやだってマリリン漫画も読まれへんや。読むよ漫画ぐらい最低。漫画漢字読まれへんから絵だけ見て意味分からないってるんですよそんな人が純文学を読もうということがもう、あ、全部ひらがなで書いてもらう。マリリンはね、落語見に来てもさほどわからない。そうそうそう。そうですね。ね、ずっと我慢大会みたいに来てんの。そうそうそう。あの子供の視点なんですよ。歌聞いてるみたいな感覚らしいですよ。うんうん、なんかあのわからないですよ。洋楽の歌ってなんか歌詞わからないでしょ。でも同じじゃないですか。あの感覚で落語来てるんです。ちょっとそれ話を膨張してる。そうそう。膨張してる。でも英語とかもちょっと。ね、だからもう英語のね、お兄さんが洋楽好きやからちょっとわかるでしょ。それで好きになってくれるだけでもありがたいこと。ハートだけで見てる。てっぺんの落語は聞いたことあるの？あ、ありますあります。あ、どんなやつ？わかった。あ、でも何聞いたかちょっと、あ、まあ、それはしゃあないよ、どんな話かね。でもすごい勢いがある発端を覚えてます。勢いがあった、うん、面白くてみんながめっちゃ笑ってたっていうのを覚えてます。それはもう気持ちいいや、こいつ嬉しい。内容は覚えてない。そらそ勢いはあった。勢いがあった。勢いがあって素晴らしいじゃん、だからすごいギターソロやったみたいな感覚でしょ音楽出るとね。あ、よかった。歌何言うてるか分からんけど、とにかく盛り上がってたことすごかったで。確かに盛り上がったでっていう。それでええやん。でも十分ね、やっぱりすごいですよね。十分十分何笑ってんの？何笑ってんの？失礼ですよね本当ね。でもうちの弟子バカにしてんの？いやしない。いや師匠も大概バカにしてません。師匠の落も分からへんで、指定で分からへんよ。指定で分からへん。一問丸ごとわからない。確かに日本人やろお前。はい、日本人です。大丈夫です。確かに日本人やろ。ヤンタンメンバーの皆さんこんばんは。先日女子サッカーのワールドカップで、はい、なでしこジャパンが準優勝しました、はいはい、前回の優勝に続いて準優勝、すごい話です。すごい話です。でも前回の帰りの飛行機はビジネスだったのに、今回はエコノミーだったそうで、うんうん、世界2位なのにこれぐらいの優遇はないのかと、うん、新聞を読みながら寂しく思いました。ね、うん、いやいやビジネスぐらいのしたりいいな。事前にチケット取ってたんでしょうけど ね、もしだからもう負けた時のことを考えて取ってたんじゃないかって話は聞きましたけどね、うん、いやいやそれは、いやでも負けて帰ってビジネスっておいおいって言われるのが嫌だからっていうのをちょっと聞きましたけどね。それでも、いやいや負けて帰るっていうもう発想が違うし、準優勝したというね。いやもうそれよりもね、世界に出たという、ね、そうですね本当はね、うん、それでもいやいや言うのがおかしいんですけどね。そんなね、ちゃんとしてあげれば世界に出たんやで。ありがとうですよ。ありがとうや、本当そうですよね。な、記者ますますのご声援のことと喜び申し上げます。ありがとうございます。あれなんか文学的表現使われますね。記者ますます記者者に対して言ってください。違います。その蒸気出しながらね、すごい熱くなってるよ。違います。そう、何の音か分からない。何の音か分からない。どんどん違う音が、別の音が入ってきて。分かります。社長一回呼び戻していただいて。コンプライアンス。ヤングタウン日曜日にて弊社商品。岡山名物焦げまんをご紹介いただき。誠にありがとうございます。先日ご紹介しましたね。聞いてないんですけど。ということはこれは焦げまんを作ってらっしゃるお店の方からのメッセージ。はい。鶴瓶さんが焦げまんを召し上がったことがないとお聞き。はいはい。焦げまんついてんの？あ、届いてます。届いてる。実は僕ちょっと焦げまんってどんなのか全然知らないんですけど、ね、これは岡山のお菓子です。菓子どころ平井の焦げまん。焦げまん。へえ。焦げまん、焦げてんちゃうか、焦げまん、岡山揚げまんってあるからね。ちょっといただきますか。いただきましょう。いただいていいですか。あ、火花も一緒に届いた。表面がカリ、火花も届きました。カリッとしてる焦げまん。カリン島の皮に甘さ控えのコシアンって書いてある。ちょっといただきます。あ、おいしい。ツヤツヤしてますね、見た目が。焦げまんめっちゃうまいわ。おいしい。あ、おいしい。めっちゃごめんなさいね、ラジオ大きな皆さん。はい。焦げまんめっちゃうまい。あ、ちょっとあのかりんとうみたいですね、本当に、うん、ね、いやこれ好きやな、僕は。あ、おいしい。黒糖の香りがすごくしっかりとありますね、うん、こんな焦げまんって他にあったんちゃうの、こんな感じの食べ物。どうですかね。
あ、なんかでも、うん、どうでしょう、食べたことあるような気もしないではない。でもかりんとうの味の中にちょっと甘さ控えめのあんこがあって、美味しいですね。あっさりしてるし、なんか後味もなんかいいですね。口の中ちょっと残るじゃないですか、かりんとうの、お茶にすごく合いそう、うん、あ、お茶に合いそう、うん、日本茶飲みたい。あ、どうぞ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 、多いお茶、多いお茶、日本のお茶ですよ、日本を代表するお茶ですよ。ラジオで取り上げていただいてありがとうございますというふうに言ってくださって、いや、それは鶴瓶師匠が、ね、それ焦げまんうまい言うたら、それどれだけ焦げまんが喜ぶかって話ですよ。あ、ね、はい、うん、ここの師匠でもどこで出会ったんですか、焦げまんは。師匠が出会って喋り始めた、これなんかリスナーの方からのメッセージの中に、こげまん、こげまんまいって書いてあるんですよ。ありますというふうに出したんですね。そうそうそう、はい、でもそのたまたまこげまんの方が聞いてらっしゃったんですかね。そうか、その話が回ったんですかね。おそらくそういうことだと思いますがね、うん、でもまあ本当にうまいもの、これこげまんなんて言うても昨日今日ぐらいのあれやで、そんな昔からある岩おこしとかそんちゃうやんか、最近できた、みんなで作んねやろな。そうでしょうね、企画からね、これまいとかこれまないとか言うと、はいはいはい、はい、そしたらいいんじゃないかなって言ってね、ね、うん、米焦げまんにあの到達するのは どこでなんでしょうね。どういうことですか、到達するっていうのは。買うには、いやいや違うんです、もっと交渉これで OK っていう。ああ、なるほど、ね、どういう試作品があったのか、うん、そう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 、ね、これでまたもう一つなんか違う味もつけようと思ってしまうやんか。まあそうですね、今ここまでだとさらにってね、うんうん、濃くなってしまいますけど、あ、うん、米まん、え、何ですか、いや、なんかどうなった、あ、焦げまんを、なんか焦げまんしましたか、焦げまんのところになんか胸に入っていきましたね、焦げまんが、あんこが胸に入ったの、うん、あ、取ったら取ったら、ちょっと取ったらじゃないですか、取ったら取ったら大丈夫です、入ってんねんな、あんこ、なんでそんなところにスポット、今スポット入っていきましたか、あんこに入って、あ、あ、あ、ちょっとそのもう、焦げまんがワンピースでよかった、スカートの中に手を突っ込むのやめなさい、あ、これはどうなん、あ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 、師匠、師匠、ちょっと師匠、これはほんまの焦げまん、弟子が見てますから、弟子がいてる時やめてください、弟子が見てますから、これはほんまの焦げまん、違います、違う、ちょっとですこれは、じゃあちょっとあの雰囲気を変えるために火花ちょっといい、これ直接呼んでいただいて、はい、ちょっと、ちょっと火花の書き出しですね、これね、何が難しい、俺が呼んだろ、はい、あら、63歳、はい、京都、俳優、京都産業大学、はい、中退、中退の華々しく大地を震わす和太鼓の律動に、え、もう止まります、何かそんな言い出したの、高く鋭い笛の音が重なり響いていた、な、甲高くな、え、何なの、え、これ甲高くと読むの、はい、甲という状況で甲高いというふうに、あ、ごめんごめん、はい、まあ大体一緒です、はい、大体一緒、大体一緒、ちゃんと言うてや、63歳熱海マン、熱海前後輩が芥川賞取ってんの、懸命書いたんですね、そうです、失礼いたしました、失礼しました、行きましょう、行きましょう、もうびっくりするよこれ、お前らもう縦板に水やで、あ、そうか、それはもう名優ですから、いや、ちょっと呼んでいただきたいですね、どれだけ賞を受賞してるか、大地を震わす和太鼓の律動に甲高く鋭い笛の音が重なり響いていた、熱海マン、今度は熱海マン、熱海マン、そこで熱海マンが出てくるんですか、熱海マン、熱海湾に面した、熱海湾に面した沿道に、沿道は白昼の激しい日差しを、な、東の名残を焼きに溶かし、浴衣姿の男女の家族連れの草履に踏ませながら賑わっている踏ませながら、はあはあ、いや、何笑ってんねん、夏祭りの様子がちょっと変わってますね、草履分かんなかったから嬉しい、はいはい、そうか、読めなかったね、草履が読めなかったから、マリリン、沿道の脇にある小さな空間に裏返しにされた黄色いビニールケースがいくつか並べられ、その上にベニヤ板を数枚重ねただけの簡易な舞台の上で、僕たちは花火大会の会場を目指して歩いていく人々に向けて漫才を披露した。あ、なるほど、そういうシーン、そういうシーン、なんかほんまに花
花火って言いましたね、うんうん、だから花火が最初にねシーンで出てくるっていう、ね、うん、もうここがもう芸人の描写や、そういやだからここのただ祭りで、うん、あのそういうとこで漫才やりましたよっていうこの一言をこれだけで、そうやだからこんな難しく書くと思って情景が浮かびますね、みんな俺らもみんなこれ書いてんねん、ノート見りゃ見たらこんなんいっぱい書いてる、文学的表現だ、出さないって言ったのか、出さない出さないよ、なんですか、出さない、言い出しちゃった、中央のスタンドマイクは漫才専用のものでなく、うん、横からの音がほとんど拾わないため、うん、僕の相方の山下はお互いにマイクを頬張るかのように顔を近づけ唾を飛ばし合っていた、うん、肝心な客は立ち止まることなく花火の観覧場所へと流れていった、うん、はいはいはい、あ、情景浮かびますね、人々の無数の微笑みは僕たちに向けられたものではない、祭りのお囃子がお囃子が、はい、お囃子が、はい、お囃子が祭り囃子ですよね、祭り囃子のお囃子、そうですね、お囃子が、はい、上級を蒸気を逸するほど激しく、うん、僕たちの声を正確に聞き取れるのはおそらくマイクを中心に半径1メートルぐらいだろうか、どうやねこれ、ここまででようやく1ページ私もこの1メートルだって終わってしまった、うん、ここで終わった言うてんねん、ここで読み終わっちゃった、これはね、余興に言ってんねん、人聞いてくれへんよ話、まずそういうことですね、松見の余興に、私ら松見の余興に行きましたけど人全然聞いてくれ、マイクも悪いね、軽くなりました、ずいぶん軽くなりました、ストライターの解説のやつなんかもう一個つけてほしいですよね、そういうこと分かるやん、今の分かりました、相手とも頬もひっつけてやね、マイクを頬張るように喋ってたんやけども、ちゃんとそうやんか、そういうことやこれ、それを、まあ、あのすごく細かい描写と綺麗な言葉で伝えてるという、そう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 、分かる、それは純文学というね、はい、ことなんでしょうね、じゃまだちゃんと言うたるわ、はい、あの今度ちょっと録音してあの送ってあげてください、ちゃんと言うたる、録音して師匠が録音し て, 音して、ね、マリリンに言うたげる、読み聞かせだったら読、ね、分かるかもしれない、分かりますね、うんうん、先日7日は七夕でしたね、はいはい、近くの商店街に短冊を飾る笹があるのです、はあ、その中には、うん、夫が不倫をやめて家へ帰ってきますようにという切実な願い事が書かれておりました、はあ、よっぽど何とかしてほしいなと思いますが、うん、皆さんは本音で書きたい願い事ってどんなもんがありますか、うん、俺も大体言うてますからね、まあ、願い事、ね、願い事っていうかもう口に出して赤もあかんで言いますからね、案外こんなんしたい、あんなんしたいって言うてたらそれがいろんな人の耳にね入ってやれたりとかもしますもんね、そんなんあんの、こんなんしたい、だってお兄さんなんか昔からずっと音楽番組やりたい帯番組もやってらっしゃって、もう毎日って終わってもだ、毎日は終わりましたね、終わりましただから、まあ復活したいとは書きたいですよね、それはね、もちろんね、なんていう音楽番組や、歌ばっか、うん、歌ばっか、歌ばっかは残ってるんですよ、可愛らしい女の子らだけが残ったんですよ、あ、お前鼻がちょっとボタンみたいだうちの息子そこしか似てないのにやめてください、うちの息子に謝ってくださいでしょ、うちの息子そこだけなんです似たのがいいじゃないですか、可愛い可愛い、てっぺいの息子のあの鼻のボタン、鼻のボタン、鼻のボタン、申し訳ございません、文学的表現に聞こえるから不思議ですね、ボタンが、鼻のボタン、私の息子のちょっとかけてて、ね、鼻のボタン、うん、石原慎太郎さんの家のインターホンを4回ピンポンダッシュしたとして30代の男が警察に捕まりました、ピンポンダッシュで捕まるの、ね、こんなもんそれやったらピンポンダッシュ捕まりますよ、30代のおっさんが、うちは松田岡田の岡田がうちのマンション何遍もピンポンダッシュしましたから、その証拠せばも捕まるとか、警察に捕まっちゃうんでしょうかね、警察に捕まっちゃったんだと思っちゃったんでしょうね、どうしたらあの捕まる、どうしたら捕まらないっていうのはありますか、あのピンポンダッシュでですか、ピンポンダッシュじゃなく他の事件でね、例えばエスカレーターを登ってて、はい、その女の人が、はい、そのもう言うたらパンツが見えると、はいはい、それはもう携帯で撮ったらもうこれはもう絶対ダメです、絶対ダメです、それはもう、ね、で前にいたある人から
まっすぐ後ろにいてるとして、あの下は全然あの空いてると、なったら 3,4 段下にあのずつずつ高下がっていくっていうで、これで捕まりますか。あ、それは見るだけですか。見るためにもうちょっと下、もうちょっと下、エスカレーターやから上がっていくやんか、どんどん下がっていくやん、はいはい、階段下がっていったらバレるけど、はい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 、あのエスカレーターやったらちょっと、どんどんもう下がってるのがやらなく、まあね、そのまま下に膝ついたら捕まるちゃいます。膝ついたら覗いてるやん、だから下がってるやんと、下がってる、覗いてるやん、周りの人が見て、あの人明らかに下がってるやんという通報されたらアウトかも。腰痛いねんと、腰痛い、膝つきたくなってたんや、理由があればね、ああそうですのん、あ、それすみませんでしたとなるかもしれない。そんな言い訳します。腰痛いねん、よう万引きのあの G メンの番組にやってる人が捕まった時に、よう言い訳するパターン。腰痛かったやん、関係がないから、万引き関係がないから。どんな言い訳があんねやろな。でもそれはあれはどうなんでしょうね、そのエスカレーターで覗いてるのは捕まるんですか。覗いた盗撮は絶対使うダメじゃないですか、まあ条例でね、ただ見えたっていうのと見たっていうのって全然違う。ごめんなさい、言っときますが、短いこのスカート履いて見えてる子いますからね。見せたやん、それは。そうですね、まあ、それは見せたで、一遍逮捕されてくれ、一遍、うん、見せたで逮捕させと、お前見せたな、はいはいはい、うん、これ見たないと、あの人は見せて逮捕された、ただ腰痛かったやん、腰が痛かっただけで見せられ、両方とも連れて行ってもらってくれ、それ。両方とも行って警察で話聞いてもらわない、確かにね、見せてるのにね、それを。そう確かに、螺旋階段の時とか危ないじゃないですか、結構そのもうちょうどその境目で結構上の方と下の方やったら絶対見える位置とかあるじゃないですか、うん、でも螺旋階段って見えるんか。そうで、そうなった時に女の子は見られてるかなっていう意識で下見て、たまたま目が合ってめっちゃ怒るとかあるんですよ。何見てんのってか。そうそう、でもその人らはちょっと上を見ただけというか、う、見ようとしてなくても見えたみたいな、場所的に、うんうん、そうそうっていう喧嘩とか、自分の目線がこだわ、喧嘩起こってた、起こってました学校で。誰が言うたんの。高校生の時にその女の子がめっちゃ怒ってました。何見てんの。男女共学やから、うん、そうですね、うん、違うわって言って、場所的に見えただけや言って、うん、お行怒ってる男の子がいましたけどね、でもそいついつも螺旋階段使ってたんちゃう。かもしれない、いつも何でもなくそに、そんなパンツ見たぐらいが何がええの、全然読めへんパンツ見るぐらい、パンツはどうでもよ、ほんまね。いやでもあれってエスカレーターの覚悟、うん、よう計算されてると思いません。いや別に、いやいや、まあまあそうやな、ないけど、ちょうどギリギリ見えへんようになってますからね、うん、階段もそうやね、駅の階段もみんなそうや、あれだからね、見ようと思わなかったら見えない角度なんですよね、うん、きっとね、まあ、それでもあまりにも短すぎるワカメちゃんみたいな子ね、たまにいますけど、でそれ以外と見えないようにできてますからね、うん、その見えたというのはもしかしたらそれよっぽどワカメちゃんみたいなのか、見ようとしなければ見えない、多分計算されてるんじゃないですか。で疑われたことあんの。もう一度もないです。ない、一度もないです。いや、疑われたことない。一度もないです。もちろんない。一度もないです。そんなこと俺もないわ。ないわ。大概うまいこといく。え、うまいこといく、うまいこといくっていうか、大概うまいこと、うまいこと、うまいすり抜けるで、自分で止めますからね、あかん、抑止するから、まあ、ちょっと目細いし、どこ見てるか分かんない。やかましい。ずっと細い。まあ、バカにしてんのか。バカにしてんのか。一番的で。バカにしてんのか。バカにしてんのか。得やな、思って。得やな、思って。てんねん。バカにしてんのか、お前。違う違う、得やなと思っただけで、ね。得やな。笑ってはるわ。君とこの師匠もそういうことはもう絶対ない。絶対ないです。それはもう。それはもううちでしょ、もうだって旭日小綬章ですよ。そうやそうや、もうそんなもんとはねもんな。そうですよ、はい、で二十、うん、何年ぶりに抜けすずめね、この間やらはりまして、うん、なんかすごかったらしい、すごかったですよ、本当に1時間なんぼやったら、はい、まあ、55分ぐらいですね、ちょっと切りましたけど1時間抜けすずめ、また新しい桂文枝の6代文枝の抜けすずめでしたね、うん、はい、いやすごかった、やっぱすごい人やな、そんなわけないじゃないですか、そんな方が。そんなことするわけないでしょ。そらそう、そらそう、そらそう。抜きすずめは？抜きすずめいう審査という話もあるんです。ああ、うん、それは師匠やれやはりそうですね、うん、これも僕も語り継ぎますわ。うちの師匠は抜きすずめをやった、そうそう、桂文枝は抜けすずめ、
小奥亭鶴瓶は抜きすずめ。何抜いたの？1時間20分ぐらいの、ね、対策作っていいんじゃない？社会派なことも語れる。これを聞いてくれ。社会派のことも語れる鶴瓶さんにお尋ねします。はいはい、最近問題になってる岩手県の中学高校、あ、中学校の先生についてどう思われますか？小木、はいはい、ママも激怒されてました、はいはいはい、生徒を助けようという気が全くない教師がいることが悲しかったです。なるほどね。難しい問題ですけどね。いやほんまちょっと微妙な、うん、微妙というか、まあね、あれですけど、いやせやけどね、ていうかまず先生叩かれる前にいじめの加害者の方がもっと叩かれるべきやと僕は思いますけどね。まあでも加害者ほとんどあのクラス全体がそういうムードがあったのかな、その上先生の言い方にならなかったからっていう、ね、全体に無視したとか、うん、そんなあのちゃうのそれ。いやまあまあでもそれね実際のところ報道でどこまで言われてるか、その中心が言ってるやつがそれをまあしよったから、うん、それにまあ歯向こうとは怒られるからせえのかどうか分からへんけども、そうそうで、うん、先生もまあ協力的でなかったということは非常に残念なことやし悲しいことですけど、いやせやけど、まあ、なあでももっと親身になってあげたらこんなことはなってないとは思いますけどね、絶対先生、うん、でも親身になろう思ったらあんな日記の交換はしてないんじゃない？親身な先生だったら多分自分から話聞きに行く、ああそうですよね、ちょっとこいつおかしいなと思ったら多分話聞きに行くやんか、親身な先生、ね、あそこの文章でささっと書いて終わらせるっていうのはちょっとあのまあ段取りってやってるなっていうのは、なんかもうテキスト通りのなんかやり方みたいな。なるほど。自分がほんまに先生になったらあんなんでほっとかれへんよね。いやそうですよね。うん、気になってしゃあないやんか。そうでしょうね。うん、だからやっぱり先生ってやっぱ本当にもうちょっと権限を持たないと、うんうんうん、あのやっぱり昔の先生よりも権限がなくなってるよね。いやそれはでもそうだと思いますよ、ね、だから、うん、まあなんか言葉の暴力を、まあ、完全にダメな先生もいるやろうけども、うんはいはい、ここ言葉の暴力でもやっぱりまあ言うたらまあね PTA からこうなんていうかいろいろ言われたりするとか、はいはいはい、ね、あの教育委員会から、まあ、板挟みになってるでしょうからね、はい、きっと先生だけどもうちょっと権限を与えるか、ねね、俺らの時はもうそうでしたね、俺らの時はほんまに殴られましたからね。いやいや僕らもそうでしたけど、先生って怖かったですし、そうか、お前らの時もそうやろ、めちゃめちゃ怖かったですよ先生、今でもやっぱ終わったら怖いですもん、そうやろ高校時代の先生とか、うん、はい、もうちょっとなんかトラウマなってんちゃうかなっていうぐらい怖いです、ね、俺らもよう殴られたもん ね、 でもやっぱ殴るもんも勇気いるやろね、はあはあ、もし当たりどころが悪かったら、そりゃそうでしょ、うん、ねえ、うん、俺今回めちゃめちゃ殴られる役やね、はいはい、その映画で、映画じゃん、ドラマで、ね、はいはい、もうそれも自分が歯向こうって殴られるわけじゃないんですよ、はあはあ、それもね橋本さとしってごっつやっちゃうもん、はい、180ぐらいの新幹線、もともとね、はい、劇団新幹線におったらこっちやっちゃがな、でやったらこぐらい顔してんねん、そいつに殴られんねん、それはその言うたら松島奈々子さんがいろいろ言うと、その熱血を持ってですね、そのあの中佐に物を言うていくわけや、俺はお前の教育が悪いで軍員が殴られるわけ、はあはあ、で殴られんねん、はい、ではあの松島さんそれでも言うわけ、俺殴られてんのにボーンボーンって行くわけよ、はい、もう言うなと言ってんねんけど、うん、俺が殴られるわけよ、うん、ね、で殴られるそばまで行くもうバミリがあるわけ、バミリ殴られる場所を、場所ここへ行くねん、ね、で、はい、でもその僕は足を引きずる役もせなあかんねん、はい、ついつい足引きずってるからそのバミリのところがちょっとややこしになるわけよね、ああね、でそこでまあ言うたらまあ NG 的なことになるわけよね、はあはあ、でその時にあの、まあ、こう向こうへ向かって前にいる橋本さとしに殴られる、はい、後ろにいるその松島奈々子が文句言う、はい、また殴られるような状態やね、はいはい、でそのファミリーが間違うからまあ言うたらもっぺん取り直すみたいな なんね、はい、その時に松島奈々子が一言ね、うん、今度マミリ間違ったら殴りますって 俺な何遍殴られないか面白いフランクな人です ね今度バ、ね、今度マミリ間違ったら殴りますよ、そんなこと言う、松島さんの口から殴りますって言われたいですよ、そんなこと言う、ね、そんなこと言う、ね、すごく
めっちゃ可愛いよそのその唾を直接唾の話はいいじゃありませんか、ね、唾は唾で唾が一番印象的やったんで ねそのシーン見たいですね。唾いちょっとだいぶ違う液が混じってるんで、はい、ちょっと体にも悪そうですから、渋谷パルコ劇場での中谷美紀さん神野美鈴さん、神野美鈴、神野と書いて神野美鈴さんのお二人の芝居を見に行きました、はいはいはい、ロビーの目立つところに鶴瓶さんからの花を発見しました。こんな時は、福分けとばかりに携帯で、写真に収めます。 A スタジオで中谷さんの愉快なやり取りを聞いてからでしたが、思わず笑いが込み上げてきました。キングも舞台ご覧になったのかな。舞台上の美紀さんは凛とし、さらに美しく見えました。そしてなんとなく大竹しのぶさんを思い出したんですが、演技スタイルが似てるのかなと、舞台女優としてもっとすごい人になるかもしれませんと。なかなか良かったですよこの舞台は。このね、神野さん神野さんどっちだったかな、神野さん、ね、この方はまたいい。それは中谷美紀さんが小曽根真子さんの奥さんなんですよ。あのジャズの小曽根真子さん、はいはい、有名な方ですよ。僕ちょっとすみません勉強不足で。二人芝居ですか。勉強不足。菅野美鈴さん。勉強菅野美鈴さん。菅野美鈴さんですか。勉強不足多いな。すみませんちょっと勉強。はい。小さい頃からかっこいいと言われ続け、慶応大学時代はミスター慶応と選ばれ、広島でアナウンサーとなり3年で退職して吉本に入って芸人、ラフレクラン、ラフレクラン、はいはい、西村さんという人がいます。そう、もう経歴は知りませんでした。ラフレクランっているのを知ってる、めっちゃ人気なんですよ。そうめっちゃ人気です。女の子にまあキャーキャー言われてる漫才師ですね。おいくつぐらいの方ですかね。いくつでしょう、ね、まだ若い年齢は。でも僕、でも、まあ、でも慶応出てで3年就職者って辞めて芸歴3年かそこらですよ。 3,4 年ですよ。あ、そう。人気めっちゃあるっていうのは聞いたことあります。福ちゃんも落研に所属し M1 に出場したぐらいですから、ちょっと考えることはないとないでしょうか。憧れたりはしませんかと。また落語やりたいみたいな、ね、いやいやいや、それはさすがにもうちょっとね、うん、怖いですよ。ああそう、やっぱりそれは怖いです。確固たる地位よね。いや確固たる地位は、まあ、今ようやく入ったとこですから、アナウンサーという道で、ね、なんとか入り込んだとこですから、これからこの道で頑張っていかなきゃって時ですね。それはかっこいいからですよ。僕ねちょっと彼とは会ったことないんですけど、でも無限大ホールっていう、ね、のいやいやプロフィール写真見たいなと思って、まあ吉本のその若手の劇場でその一番上のランクにいるい、ですね、3年目4年目でそんな一番上にランクにいるってすごいですけどね。ミスター慶応、まあ、めちゃめちゃ男前はね、いやそうでしょうね。ミスター慶応しかも賢くてその上でアナウンサーもなってで、それを全部捨てて芸人になるの、へえ素晴らしい。で人気も出てですね、これはかっこいいと思う、ね、いくつぐらいの人ですか。いやちょっと、ね、31歳だそうです。ああ、じゃあそんなに年は僕らと変わらないと思う。今写真来ましたね。ちょっとなんか来ました。あららら、なかなかいい写真ですよね。爽やかな、爽やかな、おアナウンサーみたいよ、ほんままさに。あれちょっと待って、ちょっと待って、それはいいんだけど、今あのじゃあラフレクランにちょっと焦点を、他の紙じゃない、そういうテクニックはどこで学ばれたんですか。今ちょっとね、中井さん言ってもいいのか。中井さんが持ってこられたから紙をね、師匠受け取れはったんです。薄いから受け取ったかどうか分からない。もう一枚あんのかな。それで間違えて手を、花を前にちょっと似てるやん。そうですか。あ、ボタンじゃん。ボタンじゃんじゃないですか。いや男めっちゃ男前やんか。かっこいい。いや、アナウンサーっぽい。いや、ほんまに昼の番組全然やってておかしくないですよね。やってたんでしょうけど。地方の帯ぐらいだったら絶対やってると思う。いや、やってるでしょ。もともとアナウンサーですから。男前。どんな漫才するんだろう。だからツッコミなのかな。なんかツッコミっぽいよね。そうですよね。顔がツッコミの顔してますよね。まあいろんな人出てきますからね、はい、裏向けときます、はい、裏向けときます。後輩やから、いや、ちっちゃいな先輩。今日もじゃないけど、引っ張ったことあんのかいな。
でもあのね、一人だけ桂チキンっていう金師匠のお弟子さんだけあのいつも飯食わしてますけどただそいつのねホラ話ばっかりなんですよ。嘘っかつくんですよ。その嘘っかつくのが面白いなと思ってご飯連れてってるんですよ優秀やな、はい、ただあの上方落語界で可愛がってるのが僕一人らしいんですよ、うん、チキンをチキンを可愛がってるのが唯一僕だけという、それはまあ、ね、嘘つき嘘つきというか、なんかホラ吹きというかね、面白いんですよ。ちょっと大げさな話するんで。先日の放送で女子が男性をアンテナに例え、話題がありました、はいはいはい、その時三四郎さんがアンテナだけに感度がいいと言われましたが、恥ずかしい、さすが、落語家さんだな。いや恥ずかしいよ、ちょろっと言うただけのことをフューチャーすなよ、ね、恥ずかしいやねんか、うまいこと言うて。フィーチャー、うん、絶対フィーチャーですか。フィーチャー、ね、フィーチャー、細かいな、今だから恥ずかしい。フューチャーは未来だ、未来、細かいな、もうね、そのフィーチャー、ね、フィーチャーですよね、はい、うん、マイナスの出来事をプラスに変えてしまう三四郎さんが尊敬します。いずれも三四郎さんが上方落語を引っ張っていく時になるでしょう。鶴瓶さんも目標を口に出せと言いました、はあはあ、三四襲名の希望は以前話題になってましたが、なってたか、うん、今度俺は花男児の、はいはい、あれ襲名に行きますからね。お、はいはいはい、襲名ってやっぱでもどうなんでしょうね、いろんな方が襲名されてますけど、やっぱりされたら次から次の日から変わるんですかね、気持ちとか。いや、そんなそんなすぐに変わらないんじゃない。なんかでも鉄平なんかも襲名したいわけ。いや僕はもう鉄平でいいです。鉄平でいただいた名前で。襲名されるとなったらどんな名前になる。どんな名前になる。俺に聞かれ、なんで俺が自分で名前を。それ襲名言わへん。あ、そっか、俺に変えたいんです、師匠を。まあ、鶴見さんが決めて、うん、まあまあだから 鉄は残してほしいんやったら、でうちの師匠の松で、はい、鉄断末、うん、鉄断末いや、なんか欲しそうやな、鉄断末強そう。断はどこから来たんですか。春団地の断、勝手に取った話でしょ、勝手に取った話でしょ、春団地の断は。めちゃくちゃなってくる。春団地の断はダメですよ。ただ米団地の断はちょっと借りても大丈夫かな。いい名前大丈夫でしょ。いやでも何や、ね、鉄断末になるの。鉄断末、重複で鉄断末、うん、めくり長くなりそうですね。6文字、6文字です。え、それは解明とは違うってことですか。まあまあもうこうなったらあの解明でしょうね。襲名というのは、襲名な前の人がいないと。私はもう襲名はしてないんですけども、鶴瓶は2代目なんですよ、うんうんうん、え、1代目いはったんですか。1代目は、染め、あの、染め丸兄さん、先代のね、染め丸のところに行って、はいはい、後に染め八となってアルコール中毒で死ぬという名前なんですね。書いてますか。そういう大きい名前、大きな名前、大きな名前なんです、はいはい、お前鶴瓶や今日からと、二代目や、はいはい、うちの師匠がね、鶴瓶やと、上行ってケース見てこいって、二代目やさかいって言ったら、そう書いてましたね。アルコール中毒で、どこが腹立つの俺の。いやでも今となっては素晴らしい名前だったと思うんですよ、ね、いや名前を大きくしようと言いますけどね。そう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 、何やしながら前の中先代は分からないですよね、どんな人か。まあこういうのが出ましたんで、ここでちょっと悠長のね、はいはいはい、あれを読んでいただきたいと思います。そうですね、お知らせを申し上げましょう、はいはい、ここで悠長笑福亭鶴瓶落語会の番組先行予約の情報をお伝えいたします、はいはい、今回は大阪を皮切りに福岡、福島、盛岡、新潟、東京、長崎、沖縄で行います。なるほど、沖縄でもすごいですね、うん、大阪は森の宮ピロティーホールで、日程は10月8日の木曜日、そして11日日曜日までの4日間行われます。それぞれの開演時間は10月8日木曜日が夕方の6時半開演、10月の9日金曜日が夕方の6時半開演です、10月10日の土曜日は昼の1時開演、11日も日曜日ですが、ここは、お昼の1時ですね、1時に開演となります。全部で4回の公演となりまして、料金は前売り5000円です。本日はヤングタウン日曜日を聞いてくださっている皆さんのために、一般発売に先駆けまして、悠長笑福亭鶴瓶落語会大阪公演の番組先行予約を行いますので、メールで申し込んでください。お名前、ご年齢、おところ、電話番号を必ず書いて、ご希望の公演日も書いてください。お名前、
お年、おところ、電話番号、必ず書いてください。ホームページでも詳しく書いておりますので、そちらもぜひご覧ください。なおチケットはお一人様1公演のみ、2名様のペアでの販売となります。ちなみに料金は2名様分で、これは1万円となるということですね。ね、5000円ですからね、うん、はい、安いですよね。今回の先行販売は大阪公演のみの受付となりますのでご注意ください。はい、宛先です。ヤンタンアットマーク MBS1179.com、 ヤンタンアットマーク MBS1179.com までお願いいたします。締め切りは8月の10日月曜日到着分まで有効となります。応募者が多い場合は抽選となりますので、そちらはご了承ください。そして当選された方にはマネージャーの宇木から8月17日月曜日までにメールでご連絡がいきます。チケット代のお支払い方法はその時にマネージャーの宇木から説明いたします。ご応募お待ちいたしております。もうまたこのね、はいはい、てっぺいともやる会が、親子会はいつなんですか。もう8月29日なので、はいはい、でもこれはもう完全に完売しております。ちなみに場所はどちらで。あの大丸心斎橋劇場。完売ですか。はい、いやもうそれはもう師匠のおかげでございます。第1回なんですね、今回が初めてということですね。第1回。ねえ、お前はどこに出ん、どの辺に出んの。僕はだから、中鳥と、うん、で鳥やな、違いますよ、あの中鳥とで休憩明けです。はあはあ、で師匠が最後にと、で私は考えてるんですけど。私考えてんの。私そう、うん、はい、うん、で前でジモンが出て、うん、はいはい、で全部で4席なんです。全部で4席なので、もう師匠にもたっぷりしていただこうと、うん、で私もちょっと一席はちょっと長く長いのさせていただこうかなと。ちょっと、いやそれはもう親子会と言いながら、やっぱりね師匠のこうなんていうか、いやそれはもう弟子がもう負けへんぞという気持ちもやっぱりお兄さんもあるわけじゃないですか。うんうん、いや負けへんぞって、まあ、師匠にまずまあ見ていただきたいわけですね。今までの歩みを師匠にね、うん、見ていただきたいと言いましょうかね。はい、だってゲストで師匠っていうのはあんまりないんですか、その落語界で。ゲストで師匠なんか、師匠を、師匠をゲストなんてなかなかそんなね、弟子はお声かけれませんからね。ああそうですよね。まあ銀ペニさんぐらいじゃないですか、何遍も声かけられる。いやほんまに、またよほんまに銀ペニさんと間違えられるんです。もうこもうええ加減にしてというぐらい、まあまあね、銀と鉄が ね、もうほぼちょっと似てる。あ、なるほど、そういうことか。この間も実は11月に横浜で師匠銀ペ、ね、銀ペニさんとやらはるんですよ、はいはいはい、横浜にぎわい座でね、はいはいはい、鶴瓶銀ペ親子会をされるんですよ。11月25日なんですよ、はい、俺その日の夜同じ時間帯に同じ場所の地下で東西若手落語会をする、はい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 、ほんでこれが芸術協会、東京の芸術協会が助けてくれてる会で、芸術協会から電話あって、あのその日上の階と下の階でどっちも同じ人出てはるんですけど大丈夫ですかって言われて、あの多分それ上は銀じゃないですかと、下は鉄です、もう一度調べてみてくださいと、銀でしたって言われて、もうパッと見て電話してきはるから、地面でね、だから金編ですからね、同じ日に同じ時間で私地下でおります、もし時間いたら出てもあのね、もう東西の若手は確かにでも上でやってはるんで顔だけ出していただけるで、ね、若手が喜びますね。全然東西でやってる。東西6人ぐらい。俺その前に俺三橋師匠と、はい、あの正蔵と俺とで3人会を、はい、あのなんかどっか、いやもっとなんか横浜の、鎌倉か、鎌倉でやっといて、はい、今度それから銀平の会に出るわけ。でだけどそのなんていうか向こうは昼夜やる予定やったんやろな、うん、でも俺はちょっと夜出れません言うたら、もう先になんかやろうという押さえてたやろね、うん、だから夜だけやらなあかんから今度三橋師匠とそれから正蔵が2人会やんのよ、うん、昼間は3人会で、はい、で夜は2人会、夜は2人会、鶴瓶が出れませんので2人会で書いたんだけど俺全然もう鼻から言うてたよちょっと師匠の席になるスケジュールスみたいなことがあったみたいな、ね、でも書いたん、うん、鶴瓶が出ない2人会書いたん、書かんでもいいよ、なんで書かなあかんねんと思ったけど、まあまあまあ書きたかったんやろな、鶴瓶が横浜へ行ってしまうんで出れない落語会、ちょっとそれはもうなんかね、あのなんでやねんっていう気持ちがもう出てしまったんでしょうね、もうぜひ出てほしかったよね、気持ちが溢れたんでしょうね。まあ嬉しいですよね、いろんな意味でこう利用していただこうという、
もやっぱり弟子からしたらね、それも師匠に出ていただいて、自分が、まあ、前座っていうね、お兄さんもよく出られてるでしょうけど、中取りのお兄さんを見ていただくってことがないじゃないですか。あんな僕が中取りしてお前取り取ってて、いやもうそれはもう師匠一回目はせめて師匠やっぱり取りやるしよう、やっぱそれはね、偉いですね、ちゃんとですね。でもまでかって言わないところはやっぱお兄さん、あらそって言わないところが誰が言うんですか。銀平さん、銀平さんいや分からない、分からないですよ。銀平がちょいちょいもう本当にあの今度こんなあるんですけど出て、何遍でんの、何遍俺使うねん。ほんまたまにあの兄さんやっぱりすごいなと思うんですよね。何遍使う、僕ら弟子は全員やっぱり師匠っていう感じで接します。たまにお父さんって思いながら喋ってる時がある時があるんですよ。ゆうえもそうやな、なんか俺の財産狙っとんじゃん。関係ないで、あの人もお父さんとかそんなレベルじゃないと思う。お前こと思ったら分かんない。お前関係ないで言うて、本当に俺はいや弟子じゃないですか。いや弟子とかそれで、なんかこのなんかマンションいただけませんかみたいな。ホステスさんじゃない。すごい。あの人も大概そうです。師匠10万足りませんって。なんのことやねん。十万。師匠にまで言うのは。フィンランドでだいぶ金取られた。フィンランドで。そうそう。フィンランド一緒に行ったもんね。フィンランド。フィンランド。嫁はんちゃんと渡しとったんかなあれ。そう渡したんじゃないですか。だから俺も話し方はみんなもう損やわ。なんでこれたかられんの。花男児も花男児も言ってやで、花男児に祝いだし、はい、それでなんかわざ出さなあかんわけ、またほんまにな、帰ってけえんで。出る一方、出る一方やからほんまに。え、分け隔てなくね。そうそう、弟子だけじゃなく、ね、よその一門の方にも。お前もなんか会やるやろ、それ電話かかってきたら。ああそうです、22日に7月22日でね、だから東京でね、あの日本橋邸でやってんねん、はいはい、で僕ジャカルタ行かせていただいたんで、そのジャカルタでこんなことありましたよっていうのを報告する、まあ、ジャカルタでこんなとこですよって報告する落語会があったんですよ。あ、はあはあ、でそれでね、それでその人に飲んで、あれキャーありますかと、あの鈴木恵子さんというね、よく出てテレダ倉庫のね、テレダ倉庫のね、あの本脇俺に挟んだやつヘッドロックしたいよね、それが今ハリウッドにいるんですよ。はい、そうなんです。で寺田を卒業されて、はい、ハリウッドでまた違う仕事。寺田入ったん今年やで、あいつ。そうですよ、半年もいなかったんですよ。ハリウッドって、ハリウッドの女優さんや男優さんとめっちゃ仲良くなってんの。へえ、なんかそういう話いろいろメール来ました。恐ろしい。でね、ハリウッドで落語してくれませんかって、アホか、俺英語なんか喋らない、いや、あの英語喋らんと日本語でやってほしいんです、はいはいはい、で、あの今度三四郎さんの会に来はるやろからそこで会いましょうって。俺ね、三四郎と友達やねん。ほんまね、朝電話かかってきはって、あのなと俺どうしたらええねんっていう。いや師匠、いや忙しいですから、二人で一つだと思ってらっしゃるの、はい、そうそうそうニコイチみたいな仲良しでしょぐらいの感じで、うん、いつも来てるんでしょみたいな感じで言います、ね、セットなんですね。めっちゃ威厳ありますからね、ここの差は。そうですよ、師匠との、そうですよ、師匠と友達みたいなもんですからね。まあまあ、そうです。ヤングタウンはヤングタウンでお仕事ですから、こういうふうにお話しさせていただいてますけど、それはもうカフ下がったらビシーですよ、僕は。いやビシーや、そんなことあれ見てるやろ。全然ないと思います。本当に鉄平さんに怒られるべきだと思う。いやいやいや、僕はもうビシーや、たまにすごいバカにしたりとか。いやいや、でも俺久々に思って、こいつすごいなと思って、いや俺こんな武将家で来られへんもん。いや違う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 東京ナイズ、違う違う、これは東京のお金なんだ。東京のお金か、大阪泊まりの仕事。こそどろやこそどろか、本当にあのカゴを担いではるもか、昔のねカゴに出てくる落書きみたいな。これはただ僕のミスです、ね、いやいやミスなの。いやミスです。本当にもうザンバラでな、ザンバラではない、ザンバラが木村カエラです。木村カエラ、白いリングシャツ、下着、肌着で生きて。いやいや、でも実際にそのなんていうか、まあハリウッドでできたらね、いいですよね。すごいですね、ハリウッド。ハリウッド やすごいです。それじゃあハリウッドスターの前で、そうそう、そうしてくれって言ってる。すごい、それを見たい。トム・クルーズとかの前でやるわけでしょ。トムが来てるかどうか知りません。トムって言うね、錦木兼業とかやってガー泣いて、あすごい、トムが錦木言うて帰るわけでしょ。わかりませんけど、錦木ね、錦木映画化されるかもしれませんよね。まあまあね、それは
あのまあ面白いじゃないですか。いやすごいな。だから日本のスターとアメリカンスターと一緒になるわけですもんね。いやいや、ていうかアメリカンスターが鶴瓶師匠見に来るってすごいないですか。それいやそれ観客ですか、ね、観客です出てる人が。だけどその鈴木圭子いうのは、うんうん、さほど人のなんとも、まあ、だから差別がないよね、はいはいはい、その辺がいいんですよ。だからあっさりしてんねんね、ものすごい。だからちゃんと連絡も入れるし、寺田倉庫の人たちってめっちゃおもろいよね。いや本当に何なんでしょう、まあ、全員やっぱ人間がいいのと、うん、人と人のつながりとか縁を大事にして仕事してらっしゃるんで、うん、はい、だからもうそのそういう精神のある人しか集まってきてないんでしょうね、うん、あそこは。そう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 、だから昨日も寺田倉庫の人と飲んでたんですよ、はいはい、あ、そうなんですか。そうそうそう、江川さんがおらたまたま行った、はいはいはい、あれ自由が丘の、寿司港っていうところで、ね、はいはいはい、はい、うん、で3人かな飲んでて、みんな仲良くなってバーッと行ったんですけどね、はいはい、やっぱああいうでそこの前に寺田倉庫の寺田さんいう人が住んでて、その寿司港に何回か来た、もう月に1回は来るとほう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 、うん、そういうつながりがあるんですね。東京ってやっぱりすごいよね、その辺では。やっぱりいろんな人いますからね、うん、すごい人もたくさんいらっしゃるし、そういう人がもうフラッとなんか偉そうにも支払わないですし、そういう方って。この間行った僕は松島奈々子さんがね、今度 A スタジオに出られるんでジムに行ったんですよ。あの人体脂肪もほとんど少ない、で反町さんもものすごいもうアスリートぐらいの体脂肪やねん。ジム行ったあるんですか。ジムめちゃめちゃジム行った、ね、で俺もそこ行ったんですよ、うん、そこ行ってこのなんていうか体重計に乗って、はい、そしてだからそこはもうアスリートしか来てないとこですからね、本格的な、はいはい、でどんだけ体脂肪あるか言うんで、あのなんかこう漫画みたいに形で出るんですよ。普通あんたの体型はこうですよ言うて、こうやって人型で出るんですよね。俺のパッとで見たら、はいはい、ちょっとあのなんかカメムシみたいな丸になってるベーマックスみたいな。かわいいかわいい、かわいい、ミニオン。ものすごい笑うて、その山ちゃんに、はいはい、めっちゃ笑うて、これ珍しいと、はい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 、これアスリートしか来てないから、まあ、それはそうです、逆に見たことない体脂肪が備えあるいう人見てないから、うん、めっちゃ笑うて何笑うてんねん、これちょっと見本にしていいですか、ね、筋肉が虚弱で、あの体が肥満って、これいやだからもう本当運動不足の典型ですよね筋肉肥弱で体が肥満、虚弱で体が肥満、筋肉肥弱の体肥満ですからね、いいですよね、筋肉肥弱の体肥満、いやだからすごいすごい喜んだよ、はいはい、でも笑いすぎや言うて、俺が帰って今度反町さんが来はったのね、はいはいはい、でそこでその山ちゃんがあの今日あの、うん、なんていうか、まあ言うたら山ちゃんっていうね、その人が、はいはい、あのなんか反町さんに言わはったらしいわ、はあはあ、今日鶴太郎さん来ましたよ誰全く知らないなんでそんなおもろいまあ、まあ、だからもうほんまそのままその言うたらもうすごいジムのことしかやらないねんって、はいはいはい、その人アスリートのもうそれがもうオタクなんやってもう、はい、だからもうその芸能人とか松島奈々子も知らないねん、はいはいはい、もう言うたはって松島さんも私のこともあんま知らないと思いますけど、今日うちの主人に鶴太郎さん来ました言うてはりましたけどいやだからそういう方やからやっぱ芸能人の方も行きやすい、行きやすい、そういうことでしょ、しゃべりやすいですよね。え、マリリンはもうどこも行ってへんの。今行ってないです。行ってないね。で、なんていうの、アクションスクールみたいなのは、うん、今行ってない。早いことやめたよ。何して、あ、そうか、あ、行ってないの。行ってないんです。ほ、うん、でその体力使うのはもう彼とだけ。ちょっと運動とかね、いろいろスポーツとかね、一緒にランニングしたりとかね、いろいろね、やったりするでしょう。彼は何をしたりするでしょう。そうそう、一緒にね、スポーツしたりすることあるでしょうからね。でも普段から腹筋とかはするようにはしてます。お家でどれぐらい。腰が痛くなったりとかしてるんで。腰が痛い。そうなんです。なんで腹筋と背筋をこう同じだけするようにしてバランスとる。二人で腹筋と背筋。何を言うとんねんって。いやいや、腹筋と背筋しか言うてんやん。これ放送やでって。いや、二人で腹筋と背筋を交互してるんでしょ。え、一人やった。あ、一人でね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとあの彼氏の話があった。だけどほんまにあの、はい、あれですよ。てっぺなんかはものすごい太りましたからね。あ、そうなんですか。久々にお会
対してちょっとびっくりしてしまって、うん、いや前あのこの久々でこれぐらい超えるわけやろ、うん、そ俺の入門当時から見たらいやもうデブやで、ね、入門なんかキューって痩せてたのに。そうなんですか。今もたぬきみたいな。ほんでお兄さん、この僕が言うのもあれです、はい、足細いんですよ。だからめっちゃ太ってるの。うちもよう似てるんですよ。師匠も足細くて上半身体型がね、体型なんですよ。本当だ、ほら本当だ、ほんまにね。そうなんですよ。どこに行かあの師匠、いきなりどこに行かかるんですか。立ち上がるのやめてください。足を見てもらおう。あ、足を見確かに。なるほど。そういう、ね、確かに同じ体験したんですよ。ほんまにお兄さんお腹なんか卵に爪楊枝刺したみたいになってますもんね。そう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 、ほんまに。だから、うん、僕も気にしないとダメですよ。師匠みたいに水が溜まる可能性がね、うん、膝に水が溜まったりとかする体型らしいです、うん、もう俺はもうでも大丈夫ですか。全然それはもうロコフィットで治りましたもん。ロコフィットで栄養言うてくれました、はい、ロコフィットで治りました、はい、完璧にそれは治ってます、ね、いい薬です。それは別の会社になるんですよ。それは違います。別の薬になっちゃうんですよ。それいい薬じゃないの。大谷さんやん。あ、そうか、あ、そうか、そういうことですか。それで大手でやない。そういうことか、そういうことか。いい薬ってやってるよ、俺は。そうですね。そうか、いい薬ですの方もやってますか。いい薬はやってるよ。そっちもやってらっしゃる。ほんまにね。いや、でもやっぱりそうやって、はい、なんていうか、まあ、太っていくっていうので、ね、はいはい、体型、これも、その山ちゃんにこれ見られたんですよ、そのホルモンね。これなんか、ベイマックスみたいな。俺らはこれが、もう言うたら、アスリートやからね、まあ、これぐらいの体型が、あ、なるほど、こんなおもろい体型を作るっていうのは珍しいよ。そっか、はい、ある種アスリート的ですね、それもね。やっぱりちょっとなんか柔らかいですもんね。そうそうそう、なんか可愛いっていう、はい、やっぱこの可愛らしさを60超えても保てるってすごいことですよ。確かに。だこんだけ地位あってそうそういうこと、ね、みんなに尊敬されてるのがどう見ても悪い人じゃないっていう、ね、うん、可愛くて、うん、なんかちょっとそれでもまあグレーまでしかいけない。ホワイトにはなれない。可愛らしさってやっぱいいですよね。大事ですよね。笑顔の名言、ホワイトにはならない。ナンバーあんたね。だからホワイトやったら違うんでしょうね。黒やっても違うんでしょうね。いい感じのまだらなグレーがいいじゃないですか。ほんでもまあ、 あの分子のおじさんなんかもうホワイトですから、ね、ホワイトですか。ホワイトでしょ。ホワイトなるとあんなそのなんていうの、うん、もう芸術家ですか。そういうことですね。あの賞すごいよね。旭日小綬章、ね、うん、あ、なんか今度でも誕生会はあるんやろ。誕生パーティー。誕生日はいつなの。え、7月16日です。その抜けすずめの日が誕生日ですから。あの日が誕生日だった、ね、はい、そうですそうです。あ、そうかそうか、そうです。誕生日もお祝いし、うん、そして、まあまあ、ほんであれはその怖さのお兄さんも来てたよな。そうなんです。で、打ち上げはまあまあ大きくやるわけじゃなく、まあ、怖さ師匠も人見知りなのもありますし、うん、打ち上げ師匠も、まあ、長くやった次の日も仕事だっていうのもあって、あ、ちょっとお二人ですっと落語の話も多分こういうとこはどうなんやろうっていう小朝師匠が聞きたいことが多分たくさんあったんで二人で行かれたんですけど、はい、ああそう、そうですそうです。僕らなんか主役いないのにロビーで寿司食うってよく分からへんことしましたけどNGK の楽屋のロビーでみんなで全然出てへん人間が寿司食って帰るっていう、ね、何やろこの打ち上げ言うて乾杯言うてちょそこは面白かったですけど。ああそう、はい、やっぱりまあお互い全然違う仕事してますよね完全に。まあ俺も分子のお兄さんもね、はい、ここまあ結局のところは繋がってるんですけど、まあそうですね、はい、でそこへ繋がるまでにやっぱり全然ね、こっちはもう言うたら今度は映画やし今度はドラマやしと、はい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 、でまた最後にはこう落語会っていう、うんうん、ね、結局そこに繋がってるっていうのが、ね、すごいですし、まあでも本当に先ほども何遍も言うように松島さんのその演技を見て落語に繋がったんよ、うんうんうん、松島さん喋ってたらそんなに30回も涙出してねどうするのって言うたら、うん、毎回自分の言葉でこのポイントで泣けるっていう泣けるポイントを作んねんって。へー、さっきはこのポイントで泣いたけど次はこのポイントでって。あー、感動のポイントを自分に変えていくねん。だから毎回新しい、そうそう、感動新鮮でやるっていうことなんですね。それを編み出したい。すごいな、すごいやろ、すごいですね。だからまあ俺らがまあ言うたら言葉、落語も同じことをやるとしても言葉をつける時のあこのポイントで泣けるなっていうのができる、うん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 、すごいやろそれ。そうですね、だから同じことを一回毎回新鮮に初めてやるかのようにやれるんですね。なるほど、それはもうすごい芸やな。それ自分の中で作るんだ、うん、すごいですね。だからそんなん多分誰に教えてもらったことないでしょうからね。もう、それは最初の時に泣けなかったよ一番最初の素人からも、はいはいはい、で素人というかモデルからなった時の泣く涙が出なかったんやて、うん、もうにじむしか、
でその時にそれで OK もらったんやって OK です言うて、うん、同じジャイっていうあのディレクターですけど、はいはい、でその時にごめんなさい泣けなくって言うてそこで号泣してんて、へえ、そっち泣いたんやって、うん、だからそれがあるからもう悔しいからやるって言うて、へえ、かっこいい、うん、西島秀俊いう人もかっこいいよ、へえ、ずっと甘いもん食うたはんかわいい、いやーね、やっぱりもうみんな目標を持ってやらないとね、そうですね、はい、ね、そうですね、そう、みんなこのなんていうのジム行ってやっぱきちっと俳優はやってますからね、鍛えてるんですね、すごいです、いや、やっぱ体型も維持しないといけないというのもあるでしょうからね、お前維持してんの、僕ははい、走ったりともしてます、偉いな、偉いな、いや、やっぱり自分で見た時にお腹ポコーンって出てた時とか、まあ今もちょっと出てるんですけど、だいぶ痩せてきてはいるんですけど、やっぱこれでオッケーと思って外出にくいなっていう気持ちがどっかあるんですよ、すごいな、まあ、でもそれアスリートやったしちゃいます、あ、でもそれもあるんです、まあ、昔の体のイメージがあるからボーン出た体見てオッケー自分出せないですよね、なるほど、まあまあだから分子一門はそうかっこいいというのが、ね、師匠がかっこいいからそうなるんでしょうけど、だけど三金はどうなんね、三金はどうなんねでないのかな、いや、その、いや、ある意味じゃ完成されてるんじゃないですか、はいはい、あれは、うん、だからデブネタも封じてこれから頑張るってこと、20周年で一応記者会見でもおっしゃってましたし、デブネタ封じて頑張るってどういうことやろ、だから師匠が太りすぎやと、健康もあるしこれから先まだまだ長いんやから、もう太ってるネタをたくさんやってたんで、あのデブネタを封じて頑張れって三金さんに言ったんですよ、ほんなら三金さんが喋るネタがないって言ったんですよ、ああデブ封じられたら、封じられたらもう何にもできない、もうあかんと、はい、すっごい引き出しだったよな、1個しかあかん引き出しだったよね、20周年ドンって1個デブしか入ってないの、入ってなかった